皆さんこんばんは投資の隠れがへようこそいらっしゃいました。さてさて今回もとっておきの情報を提供していきますので最後までごゆっくりとお楽しみくださいませ。今日の東京株式市場で日経平均株価は3営業日ぶりに反落し前日比155円68銭安の27,716円43銭で終えた。 ピークを迎えた主要企業の決算発表を材料視した売買が活発となる中で市場の失望を誘った銘柄への売りが重荷となった昨日約2か月ぶりの高値をつけておりこのところ上昇が目立った銘柄に利益確定の売りが出やすかった朝方は昨日の米国株高を交換して日本株にも買いが入り上昇する場面もあった高決算を発表した銘柄に物色が向かったほか 半導体関連や成長グロース株の一角に買いが入った、最も日経平均株価は、前日までの2営業日で2%超上昇し、節目の2万8000円に迫っていた、相場が上昇する局面では、高値圏にある銘柄などに利益確定の売りが出て上値を抑えた、午後に入ると上値の重さがより意識され、 をを中心に売りが重んで下げ幅を広げ幅広た日本時間9日に開票が始まった米国の中間選挙は上院は非改選を含めた獲得数が与党民主党と共和党で拮抗し下院は共和党が優勢の展開となっている市場はすでに政権と議会の多数派の政党が異なるそのねじれを織り込んでおり相場への影響は限定的だった。 東証株価指数は3営業日ぶりに反落した終わり値は前日比8.07ポイント安の1949.49だった東証プライムの売買代金は概算で3兆3915億円売買高は12億8177万株だった東証プライムの値下がり銘柄数は865値上がりは880変わらずは92だった米国中間選挙までは上昇相場でしたが 今後株価はしばらく下がり続けますただし株は下落している時に買うものです長期 AI による株の買い時シグナルはすでに出ていますのでここからしっかり投資をしていくのも選択肢の一つですこのチャンネルの投資状況も今後お伝えしていきますので是非この機会にチャンネル登録をお願いいたしますそれでは明日も絶対に見てくださいねいいかお前 株式投資は完全に自己責任だぞ。自分で考え、自分で決めろよ。絶対人のせいにすんなよ。じゃあ、明日も絶対見てくれよな。